1枚250円で、先ほどチケット買っていただいた窓口の方で販売してますので、よかったらね、そのタオルを持って、足湯、手洗い、楽しんでみてはいかがでしょうか。さて、本日も、ね、朝早くからこんなにたくさんのお客様にご来場いただきましてありがとうございます。昨日は、ね、だいぶ天気崩れまして寒かったですね。で今朝もだいぶ、ね、冷え込んでたかななんて思うんですが、2度とか3度ぐらいしかなかったみたいです。であの白根山の方も、ね、雪が降ってまして、今草津滋賀高原ルートの方が通行止めになってます。この後、ね、あの天気回復していけば開通することもあるかなと思うので、行かれる際は、ね、ぜひ、ね、随時更新をチェックしていただいて、ね、行っていただけたらななんて思います。でこの後草津温泉特に天気が崩れる心配はなさそうなので、ぜひ、ね、最後まで、ね、散策楽しんでいただければと思います。では今日こんなにたくさんの方にご来場いただいているので、ちょっとお話を伺いたいななんて思うんですが、草津温泉初めて来ましたという方どれぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ということは2回目だよという方も結構いらっしゃいます。2回目の草津温泉だという方、いらっしゃるいらっしゃる、ありがとうございます。じゃそれ以上3回以上も来てるんだよという方が結構います。すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあちょっとお近くでいいですか、続けて質問させてください。今日はお二人で来られています。ありがとうございます。3回以上ということで、今回何回目になります？そうなんですね。じゃあどちらの方が多いですか？草津に来られてる。どちらの方が草津の温泉来られてる回数多いですか？お姉さん？何回くらい？数えられないくらい？すごい、ありがとうございます。じゃそんなにたくさん来ていただいている中で、この賞ってご覧いただいたことあります？そうなんですね、2回目賞。ありがとうございます。皆さん、2回目でも楽しいそうです。なので、ね、ぜひ、ね、またね、次回もね、来ていただければと思います。今日は久しぶりですかね。ありがとうございます。今日最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。ではね、ほとんどの方が賞初めてだよという方かなと思います。早速お待ちかねの芋見ガールズの皆さんお呼びしたいと思いますので、各地でお出迎えいただけたら嬉しいです。芋見ガールズの皆さんお願いいたします。先生がお返事検査の時をさせていただいております。ご了承ください。また賞のお写真動画は撮り放題です。たくさん撮っていただいてお楽しみいただけると嬉しいです。それでは大変お待たせをいたしました。草津節による芋煮の実演、どうぞご覧ください。どいなどいな草津よいとも一度あ、でも会社を振り出す
賞をもらいました。今見事賞をもらいました。芋煮体験コーナーというものもございます。ですがこちらは感染症対策といたしまして中止をさせていただいております。大変申し訳ございません。それでは芋煮ガールズの皆さんは次の準備がございますので一度戻らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまご覧いただきましたのは草津節でございました。これからご覧いただきますのは草津湯もみ歌と申しまして別名ヨホホイ節とも呼ばれております。ヨホホイという囃子が特徴的で草津節に比べて少ししっとりとした曲になっております。そんな草津湯もみ歌を今度は踊りと湯もみでご覧いただきたいと思います。最後の方迫力のあるところが見られます。カメラのご準備そしてお見逃しなく。それでは草津湯もみ歌どうぞご覧ください。遠藤ちゃんだ。わし、そんな気がする。
よかったな。すれ違う犬にあるだろう。